オービリン学園は東京都町田市に本部を置く学校法人。オービリン大学、オービリン高等学校、オービリン中学校、オービリン幼稚園を設置している。キリスト教主義をとっている。近隣にある日本キリスト教団、オービリン教会の教会牧師が学校牧師を兼任している。学校法人、オービリン学園の名称はフランスの思想家。 ジャン・フレデリック・オベリンから由来し、コーチが桜並木に囲まれていることをもじったもの。オベリンの名前を取った大学は、世界各地にあるが、創立者の清水や鈴蔵の出身校が、アメリカ合衆国オハイオ州のオベリン大学であり、そのオベリンの当て字に桜が美しい林と付けた説も、ある。オハイオ州のオベリン大学と、オーベリン大学は、姉妹校である。 学園では在学生及び卒業生を総称して、オベリンナーと呼んでいる。また地元や周辺でも、オービリンではなく、オビリン、オベリンと発音して呼称する人が多い。大学院国際学研究科に、老年学専攻博士後期課程を、増設大学院国際学研究科国際、関係専攻博士前期課程と関体併地域、文化専攻博士前期課程を、 国際学専攻博士前期課程に、統合大学ビジネスマネジメント学群に、アビエーションマネジメント学類を増設。大学院に、老年学研究科老年学専攻博士前期課程、博士後期課程、大学アドミニストレーション、研究科大学アドミニストレーション専攻修士、課程並びに、大学アドミニストレーション、研究科大学アドミニストレーション専攻修士課程を、 解説。これに伴い、国際学研究科老年学専攻博士前期課程、博士後期課程、大学アドミニストレーション専攻修士課程並びに、国際学研究科大学アドミニストレーション専攻、修士課程は募集停止、大リ林大学大学院、経営学研究科経営学専攻修士課程を解説。大リ林大学大学院言語教育研究科日本、 語教育専攻修士課程、英語教育専攻修士課程を解説。オービリ林大学大学院心理学研究科臨床、心理学専攻修士課程、健康心理学専攻修士課程を解説。オービリ林大学大学院国際学研究科国際、関係専攻博士後期課程を、国際学研究科国際人文社会科学、専攻博士後期課程に、名称変更。 オービリン大学大学院国際学研究科人間科学専攻修士課程、言語教育専攻修士課程を募集停止。オービリン大学大学院国際学研究科、関太併用地域文化専攻博士後期課程を募集停止。ありがとうございます。